の皆様こんにちは。私たちは生活者ネットワーク練馬ネット9条の会です。私たち練馬ネット9条の会、毎月9日の日に9条スタンディングを行っています。今日6月9日も日曜日ではございますけれども、この場をお借りいたしまして、戦争はしない、原発はいらない、このバナーを掲げてこの場で9条スタンディングさせていただきます。今日お配りしておりますチラシニュース、今度来週の土曜日になりますけれども、イランジャロ上関原発、山口県上関町にこれから原子力発電所を作るという計画がまだ残っています。首都圏で私たち首都圏で活動して、この上関原発を褒める、そういった活動に取り組んでいて、1年に1回イベントを行っています。それが来週の16日の土曜日、明治大学リバティタワーで行います。そのご案内のチラシをお配りしております。そしてそれと同時に、原発ゼロ基本法、自民と野党が練って作り上げて、それを国会に提案しているんですけれども、未だに審議をされていない原発ゼロ基本法をぜひ制定を目指して、市民と野党が共同して法制定を目指していこうというリーフレットをお配りしております。それから今話をしたのはエネルギーや原子力発電所のことです。そしてもう一方で、やはりこの9条スタンディング、もともとは日本国憲法9条にある、戦争は二度としない、そういったことで掲げられている9条を持っていく、その戦争はしないという、その目のアピールとしては、6月の23日日曜日に沖縄戦もう一つの戦争という講演会が行われます。そのご案内も今日はお配りしております。戦争はしない、原発はいらない、9条を守っていく、そして日本国憲法に掲げられた人権を尊重する、そういったことが今本当に危うくなっていると私たちは感じています。今日は9日の日、9条スタンディングで、ぜひ皆様にもご関心をお寄せいただきたいというふうに考えております。私は生活者ネットワーク区議会議員の柳井勝子です。本日9日日曜日ではありますけれども、毎月恒例の9条スタンディング、この場をお借りいたしましてさせていただいております。どうぞ私たちの仲間が今いろいろなご案内のニュースをお配りしておりますので、お手に取っていただき、いろいろなご参加、ありがとうご参加いただければというふうに思います。このイランジャロ上関原発は本当に毎年様々な企画に取り組んでおりまして、今回は日本と原発、日本と再生、この映画を監督した弁護士の川合博之さんをお招きいたします。そして山口県岩井島上関原発が計画をされているちょうど向かい側にあります、本当にハート型をした可愛い形をした島です。本当に海の海洋資源が豊かな岩井島、今ここでは太陽光発電所ができたり、また北海道から移住をしたり、むしろ若い人たちの人口が増えている岩井島です。ここで北海道から岩井島に移住して喫茶店を経営している岩田コーヒー店の店主本田さんをお迎えして、このイランジャロ上関原発2019というイベントを開催いたします。今日はご案内をお配りしておりますので、どうぞお手に取っていただき、6月の16日次の土曜日になります、次の日曜日になります。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。練馬駅ご利用の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。私は生活者ネットワーク区議会議員の柳井勝子です。ありがとうございます。本日はこの場をお借りいたしまして、毎月9日の日恒例の9条スタンディング、
球場戦争はしないというふうに誓った球場、この球場をはじめとする今日本国憲法そのものを変えていこうという、そういったうねりが動きつつありますけれども、しかしその一方で改憲のために審議をする憲法審査会は一歩も動いていない、そういう状態です。そういった中で私たちやはり今こそこの日本国憲法が持つ意味を多くの方と共に共有できたらと思っております。毎月9日の日には球場にちなんだ球場スタンディング、この場で行っております。どうぞ私たち仲間がお配りしておりますさまざまなご案内お手に取っていただいて、特殊イベントなどご参加をいただければと思います。こんにちは、生活者ネットワーク区議会議員の柳内勝子です。本日はこの場をお借りいたしまして、球場スタンディング、戦争はしない、原発はいらない、バナーを掲げた球場スタンディング、見せていただいております。ご通行中の皆様こんにちは、生活者ネットワーク区議会議員の柳内勝子です。本日はこの場をお借りいたしまして、毎月9日の日恒例の球場スタンディング、行っております。私たち生活者ネットワーク、やはり安心して子供を育てて、そして大きくさせていく、そのためには何よりも平和な社会がなければ健やかな子どもの育ちを応援することはできないと思っています。私自身も3人の子どもを育ててまいりました。たくさんの人に支えられて地域の中で子育てをしてきた。しかし例えばどうでしょうか、戦争に行かなければならない、そういう状態になった時に子供を守っていく、そのことを考えるとやはりこの平和な日本、第二次世界大戦が終わった後に少なくとも戦争で犠牲者を出していないこの日本が、むしろこの精神というのは広げていくべきではないでしょうか。私たち生活者ネットワーク、人権尊重、そして子どもたちを安心して大きくする、育てる、そのために何よりも平和を守っていく、今平和は守っていかなければ、この当たり前に暮らすこの世の中を維持していくことは残念ながら難しいと私たちは考えています。そして戦争はしない、原発はいらない、この兵器していることどういった意味があるのというふうにお声掛けをいただくこともございます。戦争も原発も人権をないがしろにする、そして大きく環境を破壊する、そのどちらも最も大きく関わっているものだと考えています。2011年の3月の11日、東京電力福島原子力発電所爆発事故を起こしました。あの時多くの方が原発はいらないというふうにお考えになった。しかし丸8年経った今どうでしょうか。国のエネルギー政策は相変わらずの原発をベースロード電源に据えていく、第5次エネルギー基本政策も原発の発電量を 20% から 25% に維持していく、そういった目標が掲げられています。そのためには今国内にある原子力発電所を全て稼働させていく、さらにまだ建設はされていないけれども計画をされている山口県にある上関原発などのこれから
されていく、原発も稼働させていく、そうやって原子力発電所で作られたエネルギーを 20% から 25% に維持していく、それが今の国のエネルギー政策です。本当にこれでいいのでしょうか。私たちはやはり今再生可能エネルギーの発電量年々増えています。そして日本は再生可能エネルギーのポテンシャルがとても高い国です。この太陽の恵み、風の恵み、小水力発電などの水の恵み、こういった自然の恵みをエネルギーに変えていく、再生可能エネルギーの発電を増やしていく、そういったエネルギー政策にシフトしていくことが今最も求められているのではないかと私たちは考えています。戦争はしない、原発はいらない、このバナーを掲げた球場スタンディング、どうぞ多くの皆様にご関心をお寄せいただきたいと思います。私は青果社ネットワーク議会議員の柳井勝子です。本日6月9日毎月9日の日恒例の球場スタンディング、今日もこの場で立たせていただいております。今日お配りしておりますニュース、私が数年関わっておりますイランジャロ上関原発2019、6月の16日の日曜日に開催されますイベントのご案内、山口県上関町に未だに新しく原発を建てる計画がある、まだそれが止まっていない、その計画を首都圏で、東京を中心とした首都圏で止めていこうという市民の活動、1年に1回イベントを組んでおります。6月の16日、今度の日曜日、上関原発を止めるイベントのご案内をお配りしております。そしてそれと合わせて立憲民主党が中心となって、立憲民主党が中心となって市民と野党が共同して原発ゼロ基本法案を国会に提出している。しかし未だに審議もされていない状況です。このエネルギー政策、やはり多くの市民を巻き込んだエネルギーシフト、エネルギー政策進めていくべきではないでしょうか。私たち生活者ネットワーク、この原発での基本法案をしっかりと議論してほしいと訴え、今日はそのオリーブレットをお配りしております。いいですか。そして、平和へのアプローチということでは、沖縄戦の本当の戦争というイベントのご案内もお配りしております。6月の23日、今日は慰霊の日です。その日に合わせて沖縄戦もう一つの戦争という、沖縄戦を考える練馬の集いのイベントのご案内をお配りしております。どうぞお手に取っていただき、今沖縄ではたった 0.6% の面積、日本国の国土の面積の 6% しかない、そこに 70% の米軍の関連施設がある、こういった状況が変わっていません。45年前に沖縄慰霊の日の条例が制定をされましたけれども、45年経った今でもその状況が変わっていない、戦争とは切っても切り離せない状況にいると言っても過言ではありません。そして2度にわたる沖縄県知事選、今年2月の辺野古の新基地建設をの是非を問う県民投票、沖縄では行われて 70% の県民が新基地建設には反対だと意思表示をしました。しかしその民意をないがしろにして辺野古の埋め立てを強行している今の国の政治に、やはり私たちはこの地方自治の観点からもどう考えるのか、皆様にもご関心をお寄せいただきたいと思っています。国と自治体は上下関係にあるわけではありません。国、自治体、対等な関係があるわけです。
国から言われるからそれに従うということが、今沖縄でも従わせる、自治体に従わせる、そういったことが当たり前のように行われているけれども、もしそれが練馬で同じようなことが将来起きないとも限りません。しかも練馬区には自衛隊の駐屯地が2カ所もあります。そして練馬区の面積のほとんどが横田区域の中にすっぽり入っている。横田区域の中では政府に許可を取らなくても米軍の航空機が飛行したり、それから訓練が行われる、そういったことも日本政府の許可なくしても可能なわけです。この練馬の上空、ほとんどが横田空域の中に収まっている、収められているということを考えれば、やはりこの民意を無視した今の国の動きに黙っているということはできないのではないかと私たちは考えています。まずはぜひ多くの方に関心をお寄せいただき、この救助スタンディング様々なご案内をお配りしておりますので、どうぞお声掛けなどいただきながら、様々なイベントにもお越しいただきたいと思っております。練馬駅ご利用の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。私たちは練馬ネット救助の会、毎月9日この場をお借りいたしまして救助スタンディングを行っておりますけれども、今日も仲間とともに救助スタンディングさせていただいております。それでは前区議会議員の橋本恵子よりお話をさせていただきます。毎月9の日、憲法9条を守る活動を市民の皆様と共に、この練馬駅におきまして12時から1時の時間でスタンディングという形で行っております。憲法9条、今安倍政権が進めております改憲、それによって自民党、自衛隊を9条に明記をしていく。憲法9条は日本が長い戦争の後に大きな犠牲を払い、そしてもうこれ以上戦争によって人が殺されることがない、そのために憲法9条を選び取ったのではないかと思います。憲法9条はノーベル平和賞の候補とも名乗る憲法でもあります。この日本の国の憲法、平和主義、そして国民主権、基本的人権といった憲法9条によって私たちは戦後70年以上人が戦争によって殺されることはありませんでした。じゃあ70年前はどうだったのでしょうか。今回は沖縄戦、もう一つの戦争というチラシを仲間が配らせていただいております。沖縄で起きた唯一の地上戦が行われてしまった沖縄の実態、少年兵が語ったゲリラ戦とは何だったのか。70年前にはそうです、少年兵と言われる人が銃を持ち働かざる、戦場へと駆り立てられていった、それが当たり前に行われました。憲法9条があるからこそ今私たちは平和を享受し、子どもは子どもらしく学ぶことができる、そうした社会を実現しております。しかしながら、自衛隊が明記されたならば、その社会をしっかりと
守ることができるのか。誰も話してない。クラスの中間地、練馬中間地、浅川中間地、クラスの中間地があります。浅川も言っていますが、住所は練馬。そこで働いている方々は練馬区に納税をしたり、練馬区で練馬区に住民税を納めたり、練馬区民でもあります。私たちの人ごととならない自衛隊の救助の明記をしていくこと、私たちも生活者ネットワークは安倍政権第一次内閣の折に美しい日本として日本が戦争が国へと変えてしまう、そうしたことを恐れまして、この憲法9条を守る活動を海の皆様のために行っております。本日も2月9日12時から1時の時間、練馬駅におきましてスタンディングを行っております。今会見を進めようとしております勢力、そしてまたその動きについて皆様方どのようにお考えになるでしょうか。平和は自らの力を持って守ることがなければ守ることができなかった、それが戦前、多くなを戦前、そして戦中を通して私たちが学んだことではないかと思います。私も親戚で戦争に行ってフィリピンの地で命を散らした人がおります。どうして死ななくてはならないのか、来らなかったのか。戦前の農村は非常に貧しい、食器も毎回洗うようなことはしません。当然と言います箱の中に食器をしまって1日1回だけ食器を洗う。子供たちは仕事があれば学校に行かないで家の手伝いをしなくてはいけなかった。そしたら戦前の貧しい暮らしを経てなおかつそれを強いられたのは戦争による死でした。私はそうした国やそうした時代がもう一度訪れることを許すことはできないと思っております。憲法9条に自衛隊を明記すること、自衛隊の方々からは実はそうした動き承知をしている、そのように声をかけられることもあります。しかしながら自衛隊というのはまさしく隣に住んでいる人たち、練馬区に納税をしてあるいは練馬区の中に住んでいる人たち、イラン戦争の折にも多くの兵士が海外へと派遣され、その後心的外傷がいわゆる BDF 心的外傷が受けたと聞いております。戦争に行く恐怖、そしてまた戦場に立つ恐怖、それは体験した人でなければ味わうことはないのではないでしょうか。今まだ海外でも多くの子どもたちが戦火に怯える日々を送っていること、私たちは70年前にノーベル平和賞の候補ともなる平和を勝ち取ったいわゆる平和憲法を作りました、選び取りました。だからこそ平和を守る平和を守る責任が私たち日本の国民に一人一人に課せられております。諸外国に負担して戦争ができる国へと、もうすでに日本は変わってしまいました。しかしながら憲法こそ今こそ守らなくてはならない。どうぞ私ども生活者ネットワーク、今回企画のチラシも配らせていただいております。沖縄戦もう一つの戦争、少年兵が語ったガリラ戦とは何だったのか、2019年9月23日来週再来中の18時開館、ここなり3階において企画をしております。実は練馬区内自衛隊基地、昔でいう大本営と言われます総司令部設置されてしまいました。浅霞駐屯地の中に設置されましたが、浅霞といっても練馬区の中に住所がございます。日本国全国に全部にある自衛隊基地を総括する総司令部でもあります。もし戦争になって狙われるとしたら、そして大本営と言われた昔で言えば総司令部が狙われるということになるでしょうか。そうした土地を、そうした施設を練馬区内に実は作られていってしまった、それを許してしまったのが今の現状です。さらに戦争へと借り立てられてしまうことが絶対ないと言えるでしょうか。私ども生活者ネットワーク、憲法9条はあくまで守っていく活動、多くの国民の皆様と共に今後もさらに進めてまいります。生活者ネットワークへと。
上にそういうことってんだろう。不要望などお寄せいただけますようお願い申し上げます。私は生活者ネットワークで区議会議員をしておりました橋本恵子です。本日は前現職区議会議員柳井勝子、そしてまた前職区議会議員菊池康江仲間と共にこちら憲法9条を守る生活者ネットワーク毎月9月を行っております。アピール活動を行っております。戦争は嫌だと皆様方の思いなのに憲法9条を守る活動を共に行っていくこと、ぜひともご協力いただけますよう、そしてご気軽にご参加いただけますよう改めてお願い申し上げます。私は生活者ネットワーク前職区議会の橋本恵子です。それでは前職区議会議員菊池康江させていただきます。そこはやっぱり食べた後に5分程度で、はい、分かりました。もっと長くても30分、30分喋れるし、そうですね、スマホで1時間喋らされて乗っ取っちゃダメだ。冗談で合わせて喋るだけは別に大丈夫。ノットリアじゃないんだから。だからどうなの？ノットロって名前変えて、うん、ノットロ。例えば日本海軍の方へノットロって。練馬駅ご利用の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。生活者ネットワーク元区議会議員の菊池康江です。本日はこの場をお借りいたしまして、練馬ネット9条の会としての毎月のスタンディングを行わせていただいております。9条の問題についてはまだまだ国民的議論が足りていない、そんな中で今、自民党の参議院選挙に向けた公約の中で憲法改正、これがまた掲げられています。自衛隊を活動しやすくする、そういったことを表向きには言っていますが、安倍政権が本当に狙っているのは国民主権をないがしろにする、緊急事態条項にも見られるように内閣総理大臣に権限を一極集中して私たち生活の自由を奪う、そうした問題があると私は考えています。憲法9条だけではなく、この憲法に私たちの今の生活、住むところも、そして働く場も、さまざまなことが自分たちの自らの決定でできる、こうした権限、自由、そして人権の尊重、こうしたことが憲法によって守られている、なかなか実感しにくいことではありますが、私たちはもっともっと憲法がどうしてあるのか、そして今の平和憲法はどうして作られたのか、決して押し付け憲法ではありません。当時の市民活動家たちが必死に考えた結果を米軍の圧力によってこれが表に出すことができた、こうした歴史的背景についても歪められた報道を私たちは鵜呑みにしてはならないと考えています。練馬ネット9条の会では、9条がなぜあるのか、何のために必要なのか、ありがとう、いってらっしゃい。私たちは一緒に考えていくための問題提起としてこの9の日のスタンディングを続けています。皆さんも一緒に考えていきましょう。私たちの今の生活、生活保護費が年々切り下げられているように、私たちの生活を守るはずの法律がどんどん改悪されている、介護保険制度もそうです。一方で9条をないがしろにする自衛自体法や、こうしたも法律を、アポを変えることによって軍事費はどんどん膨らんでいる。 1.4 兆円のこうした身にかけるお金があれば、どれだけの人が普通の暮らしをできるでしょうか。私たちはこうした問題も憲法を変えることで、私たちの生活の基本的に守っていく、こうした条項が削られていくことを懸念しています。子どもたちの未来にどんな社会を残していくのか、今私たちの選択にかかっているのではないでしょうか。皆様どうぞ一緒に考えていただきたいと思います。練馬駅ご利用の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。生活者ネットワーク
元区議会議員の菊池康生です。私たちはこの練馬で女性学校の子どもたちだけが国に差別をされている高校授業料の無償化の問題について多くの仲間と共に連帯をしながら声を上げ続けています。生まれによって国に理不尽な差別をされ排除をされ続けている子どもたちが毎年高校を卒業し非常に傷ついている。日本で生まれ日本で育ちやがて日本を支えていく子どもたちが不平等に扱われている現状を皆さんはどのようにお考えでしょうか。こうした活動をする中で今回はいよいよヘイトスピーチのそうした被害にもありました。決して表現の自由でくくられる問題ではないと思います。ヘイトスピーチは人権を侵害するこうしたことに歯止めをかけていかなければなりません。国がなかなか規制を強化しない中で今回川崎市では大量殺人が起こった時にまたしても在日が攻撃される、こうしたヘイトスピーチに対して川崎市長がいち早くこの問題について取り上げスピーチを禁止する条例にのっとってしっかりと規制をしていくという声を上げました。練馬区でもこうした活動がどんどん膨らんでいっている。選挙の中でもこのヘイトスピーチを目的とした候補者が出てきている現状皆さんにも知っていただきたいと思います。憲法9条だけではなく私たちはこうした一人一人の生活自らの尊厳とそして選択の自由を守っていくために今こそしっかりとかありがとう考えていく必要があるのではないでしょうか。皆様のお声をぜひ私たちにお寄せいただきたい、また一緒に考えていただきたいと思います。練馬駅ご利用の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。私は生活者ネットワーク前元区議会議員の菊池康生です。私たちは原発もいらない、そして核を保有することによって戦争を起こしかけかねない、こうした問題について私たちは考えていかなければならないと思っています。原発は核の平和利用という言い訳をつけただけの核を保有するための道具でしかない。私たち自身の生活そのものを脅かす福島の事故を決して忘れてはならないと思います。今国は躍起になってまだまだ占領の高い地域へ住民を戻そうとして避難をしている人たちの住宅費の補助をカットしようとしていますが、本当に生きる権利を保障していくためには私たちはこうした問題についてしっかり取り組んでいく必要があると思っています。 3.11 の福島の原発事故、安全神話を破壊したこうした現実について風化させてはならないと思っています。そしてまだまだこの上関にも原発を作ろうとしている今の国の在り方、大変問題があるのではないでしょうか。来週の日曜日にはイランチャロー上関原発というイベントが行われます。今チラシをお配りしておりますのでどうぞご覧になってください。そしてもう一つ沖縄の問題です。新基地の建設反対の知事が2回も民意で選ばれ、そして県民投票でも反対の意思が表明されたにもかかわらず話し合いの場すら持とうとしない今の安倍政権の在り方、大変問題があると思います。自分たちが本当に国民のことを考えているのであればこの基地の問題については今すぐストップをかけ見直すところから、白紙撤回するところから考えていく。普天間の基地をだけを解消する方法だってあるはずです。新基地の建設はアメリカが望んでいるのではなく日本の国が自分たちの利益のために推し進めているという話もあります。本当にそんなことを私たちが許していいのでしょうか。今6月7日から始まりました区議会にもこの
沖縄県民の意思をしっかりと反映してほしいという決議を区議会が挙げてほしいという陳情も出されています。こうした声をしっかりと、ありがとうございます、起こしていかなければ私たちの民意は無視され続けている。こうした国の在り方にしっかりと門を突きつけていくためにも、今度の参議院選挙、7月21日が予定とされていますが、この参議院選挙に向けても皆様の一票、そして皆様の意思をしっかりと反映させていただきたいと思います。練馬ネット9条の会、これからも毎月9の日、この練馬駅で12時から1時活動を続けてまいりますので、どうぞ多くの皆様の関心をお寄せいただきますようお願い申し上げます。それでは今日ご参加の方からも発言をしていただきたいと思います。サツの上、サツの上、そう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 、うん、あ、ところがね、あ、お願いします、写りが、はい、すいません、マネージャーだな憲法9条の下で集団的自衛権は許されない。これは歴代政権の一貫した憲法解釈です。憲法9条、いかにどう読み込んでも集団的自衛権を読み込むことができない。集団的自衛権行使は憲法改正という手段を取らざるを得ない。これが今前の政権の常識でした。日本は1945年ポツダム宣言を受諾し、そして国体の護持という条件で無条件降伏をしました。そして1946年戦争放棄、公戦力の保持、公戦権の否認、そういったものを憲法9条を含む日本国憲法というものを制定しました。日本国憲法は押し付けだという人がいますが、そうではありません。1920年代から活躍していた杉原喜十郎元首相が GHQ に提案してできたものです。しかし1949年ソ連の水爆実験成功、1950年マッカーサー年頭書簡、日本は再軍備をしろということを示したものです。そして1950年6月25日の朝鮮戦争勃発、こちらから日本が再軍備への道を開くようになりました。本来であればこの時点で憲法の対しての正当性の議論をすべきだったのではないかというふうに思います。しかし当時の日本はアメリカの非占領国、そういった中で出てきた歴史というものがあります。安倍政権はこの憲法9条の下で許されないとしてきた集団的自衛権行使を認める憲法違反と言われる安保関連法を国民の 80% が説明不足、222回も審議が止まる中、どの政権もやったことのない議事録もない採決、こういったものを経て強行したんです。安倍政権の安保関連法、憲法解釈でねじ曲げる憲法の番人である内閣法制局長官に、第一次安保法制局に関わった自分のお友達の小松一郎前長官、無資格者を据える、そして法制局の審査の記録の過程さえも残さないで憲法の解釈をねじ曲げたんです。そして憲法違反と言われても国民の民意を無視して
どの政権もやったことのない、議事録もない採決、議事録の改ざんというありえないやり方で通しているんです。こうした安倍政権の強引なやり方に対して、今前の自民党の重鎮の人たちもやり方を批判したりしました。小泉純一郎元首相は2015年6月4日の憲法審査会において、日本を代表する3人の憲法学者が全員憲法違反だと言ったら安保関連法はアウトである、なぜ安倍首相は強行するのかと言いました。そして自民党の国防族のトップだった山崎拓元副総裁、憲法解釈で曲げるようなことは絶対にやってはいけないことだ、こう言って亀井静香元建設大臣、ハト派だった村上ハト派だった藤井博史さん元大蔵大臣、竹村正義元官房長官、こういった人たちと反対の記者会見まで開いたんです。亀井静香元建設大臣がこう言いました。国会にとってこんな大事なことを決めるんであればもっとちゃんとやらなきゃいけない、安倍首相は国民の信を問わなきゃいけない、そんなことは小学生でも分かることだ、国防族のトップだった山崎と各元副総裁、そして亀井静香元建設大臣、小学校でも分かることだ、こういうことを言われたということは本当にどれだけ安倍さんのやり方が常軌を逸脱しているかということを示していると思います。そして日本会議を作った一人である村上雅邦元参議院会長、憲法解釈で曲げる安倍首相は良くない、アメリカの言いなりになって海外派遣すること将来変わらず核を残すと言いました。安保関連法は憲法をいかにこの法案に適用させるか、法的安定性なんか関係ない、こういった答弁の中でできてきたものなんです。日本の国を守るためのことでなく、2005年10月29日の小泉政権の時の10月2プラス2合意文書、これにあるように平時から有事まで米軍を支援するためというものなんです。安倍政権の必要最小限度の集団的自衛権、2004年1月24日の衆議院予算委員会で安倍首相が秋山治元内閣補正局長官に否定された論理です。1972年10月14日政府見解、安倍政権が集団的自衛権合憲の論拠にしているものです。しかしこの1972年10月14日政府見解の結論、集団的自衛権は憲法上許されないと言わざるを得ない、こういうふうに書いてあるんです。こういった法の支配を無視するような安倍政権による改憲は認めるわけにはまいりません。安倍政権は九条に自衛隊の存在を書き込もうとしています。これは憲法違反と言われて安保関連法を合憲化することです。安倍首相は信者万象を担当している、私は国家だ、女性部の長男の立法部の長男、最高責任者は私だ、こう嫌なことを言いました。憲法の上に安倍さんがいるわけではありません。安倍さんは憲法を守らなきゃいけない立場です。どうか皆さん、今前の政権と安倍政権違っているということを考えてください。この夏の選挙、日本の未来のかかった選挙です。今の政権で良いのかどうかよく考えてください。ありがとうございました。
きつかったね、やっぱり出るとね、そうよね、真似してやっぱり間違えたり、間違えたり、間違えたり、どうですか。ああ、ごめん、聞いてみて。練馬駅ご利用の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。私たちは練馬ネット球場の会です。私は青果社ネット青果社ネットワーク区議会議員の柳井勝です。私たち練馬ネット球場の会、毎月9日の日にこの練馬の駅前をお借りいたしまして、12時から1時までの1時間、球場スタンディングを行っています。今日も日曜日ですけれども、土日に関係なく、この9日の日は1時間、この駅頭に立ってさまざまなアピールをしています。私の後ろにあります、戦争はしない、原発はいらない、このバナーを掲げてもう数年毎月続けています。よく戦争と原発と何の関係があるのというふうにご質問も受けます。でも日本国憲法で保障されている人権尊重、ありがとうございます、そして国民主権、こういったことが戦争も原発も本当にないがしろにしてしまう、とも大きな要因の一つだと私たちは考えているんです。この戦後、日本で戦後といえば第二次世界大戦、その後が戦後になるわけですけれども、バカになりにも日本は戦争で犠牲者を出すことがなかった。やはり私はここにはこの日本国憲法9条、その中でも9条が大きく関わっていると思っています。そして私は3人の子供がおります。そして孫にも恵まれました。やはりこの子供たちの未来に平和な社会、平和な地域残して、引き継いでいく、残すというよりも引き継いでいく、そのためにはやはり平和がなければ引き継ぐことはできないと考えています。そのためにやはり多くの方に今ある日本国憲法にまずはご関心をお寄せいただきたいと思っています。今安倍さんは2020年までに改憲をしたい、そんな発言もしています。しかし本来であれば憲法というのは政治家や大きな権力を持った国家権力を縛るものであるはず。それなのに我が物顔で自分が何でも思うようになるような、いわゆる私物化というふうに言われてますけれども、本当に政治の私物化、国の私物化が止まらないと私自身も本当に危惧しています。そういった中で私たちがこの9日の日の球場スタンディングを続ける理由というのは、やはり今の憲法や政治にご関心をお寄せいただきたいという思いも込めています。憲法もそうですし、原発も政治抜きには考えられない問題です。そして何よりも私たちの生活は政治によって決められています。よく生活者ネットワーク、今回の4月の統一地方選でも、それって政治、生活は政治は生活を良くする道具ということで選挙戦臨んでまいりました。何よりも政治と生活は切っても切り離せないと私たちは考えています。しかしよくたびたび私たちにご意見をいただくのは、もう政治のことは考えたくない、政治の話はしたくない、もう政治には興味ないから、そういうふうに言われる方少なくありません。今の政治を見ていると本当
に政治家ってずるい人ばっかりだというふうに思っている人も多分たくさんおられるのではないかなというふうに思います。でも政治には無関心でも政治とは無関係で暮らしていくことはできません。やはりそこは私たちの生活が良くなるように政治家を使いこなしていただきたいと考えています。私たちエセカシャネットワークローテーションをしていく議員を職業化特権化しないということで交代制を敷いていく。そこにはやはり多くの方を議会という決める場に送り出して、そして生活者の感覚、普通の感覚、当たり前に暮らす私たち一人一人の当たり前の感覚を政治の場に生かしていきたい。政治は特別なものではありません。そして政治家は特別な存在ではありません。当たり前の感覚が通る政治へと、区政へと、都政へと、国政へと、そういったつながりを作っていければなというふうに考えています。今日は9日のに毎月9日の球場スタンディングの場でお話をさせていただいておりますけれども、どうぞ球場、憲法、政治にご関心をお寄せいただければと思っています。私は生活者ネットワーク区議会議員の柳井勝子です。本日はこの場をお借りいたしまして、練馬ネット球場の会球場スタンディングさせていただいております。今日ご案内しております、今日は本当に皆様ニュースを受け取っていただく方が多くて残り少なくなってまいりましたけれども、まずは6月の16日今度の日曜日に行われますイランジャロ上関原発2019、山口県の上関に新しい原発を建てる、そんな計画がまだ残ってるんです。どうぞどうぞそのまま2011年の3月11日東京電力福島原発の事故の後に多くの方が原発をいらないと訴えておられた、はい、そして今も日本国内の原発で動いている原発というのはほんの数基しか動いていません。それでも私たちの生活は成り立っている。そこに新しい原子力発電所を建てていくという計画が未だに残っている。私はもうこれは許しがたいというふうに思っています。私自身この山口県の上関原発東京から止めるための活動に取り組み、そして1年に1回イベントに取り組んでいます。今日はそのご案内をお配りしています。それから来週その次の日曜日6月の23日は沖縄慰霊の日です。二度と戦争の惨禍を繰り返さない、特に沖縄県は本当に地上戦が行われた多くの犠牲者を生んでしまったということで、二度と同じことを繰り返さない沖縄慰霊の日を定めています。それが6月の23日。それに合わせて練馬で沖縄戦を考える区民の方たちがイベントを組まれています。その本日はご案内もお配りしております。ぜひこの戦争や原子力発電所どちらも最大の人権侵害、最大の環境破壊、こういったことを皆様にもご関心をお寄せいただき、またさまざまなイベントにご参加をいただきたいと考えています。今日9日は毎月生活者ネット球場の会でこの場でスタンディングをしているわけですけれども、ぜひ仲間が配っておりますチラシなどをお受け取りいただき、ご関心をお寄せいただきたいと思います。私は生活者ネットワーク区議会議員の柳井勝子です。本日はこの場をお借りいたしまして、練馬ネット球場の会球場スタンディングさせていただいております。この球場スタンディング毎月9日の日の昼12時から13時までの1時間、この天気が怪しい日にはこの高架下、お天気が良い日にはこちらの時計の下で立って皆さんにアピールをしています。そしてどなたでもご参加をいただくことができます。今日も区外からご参加をいただきアピ
ールもしていただきました、うん、そして、来月の7月、うん、それから8月というのは敗戦をの記念の日がある敗戦を敗戦した8月の球場スタンディングは、多くの皆様にご参加をいただき、詩の朗読や絵本や紙芝居、こういったことで皆さん思い思いの表現で平和を訴える、それが8月の球場スタンディングです。どなたでもご参加いただけますので、どうぞ8月の球場スタンディングには多くの皆様にご参加をいただきたいと思います。私も元気になることを祈って、多くの方のご参加をお待ちしております。こんにちは、聖火車です聖火車ネットワーク区議会議員の柳井勝子です。本日はこの場をお借りいたしまして、練馬ネット球場の会、球場スタンディング、1時間にわたってお話をさせていただきました。来月9日の日にもまたこの場をお借りいたします。ぜひ皆様からのアピールいただけると私たちも励みになりますので、多くの皆様のご参加をお待ちしております。それでは本日の球場スタンディング、これで終わらせていただきます。近隣の皆様、お仕事中の皆様、マイクを使わせていただきました。ありがとうございます。